私と成瀬さんでチャレンジした時から14年、道の上で人を鍛え車を強くする、そんな車作りができる会社にトヨタを取り戻したい。もっといい車を作ろうよ。いい車は乗る人の中にあるもんだと思います。だからこそ車は机上ではなく道の上でしか作れない。ドライバーたちに寄り添いたい。一緒に戦おう。何としても彼らに一番の景色を見せてあげたい。このドライバーたちが乗りたいと思える強い車をトヨタでも作れるんだと証明したい。そんな車作りができるトヨタに絶対に変えていく。一段低い表彰台から私はそう誓いました。市販車をいかにモータースポーツのプロの世界に持っていくかという、そっちの流れを、逆に勝つために作った車を市販車に使っていただく、その流れを大きく変えた最初の車が僕 GR ヤリスだと思ってます。走るたびに不具合が出てきて、それを直してまた走らせる。開発はアジャイルに進み、乗っていて楽しい車へと進化してまいりました。走る、壊れる、直す、そして強くなる、これを繰り返し、開発するエンジニア自身も変わってまいりました。プロのドライバー、プロのエンジニア、プロのメカニックが一緒になって車作りをしていくようなトヨタに変わってまいりました。こんな仲間たちが揃ってきた今だからこそ、ようやく我々はモータースポーツを起点としたもっといい車作りがスタートできる、そんな段階に来れたのだと思います。